グリーンポイントアベニュー駅は、ブルックリンクグリーンポイントにある、ニューヨーク市地下鉄、IND クロスタウン線の駅である。グリーンポイントアベニュー、マンハッタンアベニュー交差点にあり、終日 g 系統が停車する。駅名標階段グリーンポイントアベニュー駅は1933年8月19日に開業した相対式ホーム2面2線の地下駅である。ホーム壁面には、 黒で縁取られた緑の帯が水平に引かれ、緑で縁取られた黒地に白のサンセリフ体でグリーンポイントアベニューとレタリングした駅名標が取り付けられている。帯の下には白でグリーンプトとレタリングした黒いタイルが配されている。ホームには緑の柱が等間隔で並び、一本置きにニューヨーク市地下鉄で標準的な黒地に白のレタリングを施した。 駅名標が取り付けられている。グリーンポイントアベニュー駅は IND クロスタウン線のブルックリンク内最北端の駅である。当駅の北で、線路はニュータウン側の下を潜り、クイーンズクロングアイランドシティに入る。また2015から2019年投資計画の一環でエレベーターの設置が予定されており、2018年9月より工事が開始された。 ホーム南端に改札外に通じる階段があり、グリーンポイントアベニューとマンハッタンアベニュー交差点の北東、南東、北西、南西に階段が接続している。各ホーム北端に無人改札があり、インディアストリートとマンハッタンアベニュー交差点南東、南西に階段が接続している。ありがとうございます。